はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、まさかのね、京都丹後鉄道ターミナル駅完全制覇の旅、なんとね、最終回になってないんですね。そうなんです。今回が最終回という形になっております。で、何をやっていこうかということなんですけど、ちょっとね、新しい試みなんですけどね、天の橋立てのところですね、あそこのところがね、ちゃんと天の橋立てのところが見れてなかったじゃないですか。で、もう今からね、行くのも、まあ、それだけ見に行くのも、ちょっとまた大変なんですよ。まあ、とか、それだけを見に行くために、ある、ね、観光施設なんですけどね、天の橋立てっていうのは、まあ、それだけでも十分価値があるところではあるんですよ。で、2往復でね、行っとって、もう一回ちょっとね、パッと行ってくるにはね、ちょっとなかなかしんどい距離でもありますので、そうだと。今の時代はね、Google のね、ストリートビューっていうのがあるじゃないですか。あれでね、見れるんじゃないかということで、どうもね、天の橋立のところはね、ストリートビューで見れるみたいなんで、そこでね、もう、ストリートビューで見ながらね、そこのところでちょっと感想とか言いながらね、行ったこと自体はね、ありますんでね、そのあたりとかをちょっと見ながらね、解説とかするような感じで、いわゆるバーチャル駅間散歩っていうのでね、今回は駅前か、バーチャル駅前散歩っていうのでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、始めていくわけでございますけどね。これね、うまいこといけるんやったらね、何せね、行かずにしてね、全国どこでもね、こいつでね、済ませることができますんでね、非常に楽なんですよね。ということでね、ちょっとどうかなと思ってね、やってみました。一応ね、予定としてはね、この後のところで、ちょっとバス移動とかね、しとったところがあって、そこのところがね、ちょっと混雑とかしとったりとかで、ね、いろいろあった兼ね合いで、カメラがね、回してないところで、ちょっと面白いところとかがあったんで、そこのところをちょっとどうしようかなと思ったら、ストリートビューでね、その回ったところをね、もう一回ぐーっとね、走ったらね、いいんじゃないかっていうところとかがあったりしたんで、あ、じゃあ天の橋立も使えばいいやっていうね、魂胆でございます。でね、実際じゃあちょっと画面の方変えていきましょう。よいしょ。さあ、こんな感じでね、うちの顔どこがいいのかな、どこが邪魔にならん、このがいい、よし、こんな感じでやっていきましょうか。まあ、なんせね、探り探りでございますからね。一応グローバルに対応する。何かが違う。全然違うのが移動してきてるな。ん？これはこれだな。なんか全然違うのがくっついてきてましたね。いいね。大丈夫だね。で、うちはもうね、ちっちゃく行きますからね。こんな感じで行こうと思います。で、ちょうどね、この天の橋立駅のところらへんから、うちが行ったルートとしては、よいしょ。ちょっと見にくくて申し訳ないですよ。天の橋立駅ね、ここのところからね、ストーッと行って、こっち通ってきて、こっちに移って、で、このトトマート寄ってね、お昼の海鮮丼を食べて、ずーっと歩いてきて、ちょっと市街地側の方で、ね、ちょっと旧市街地なのかな、昔ながらの市街地のところとかをスーッと歩いてきて、市役所前通って、宮津駅に行きましたよっていうのが、前回行ったルートですね。で、その時にね、ちょっと駅前、プラッとはしたんですけど、どのあたりから、この、文字書まで行ってないですよね、口から並べて、この辺り、手前の天の橋立駅のところからスーッと行って、この辺りから曲がって、ここ渡ろうと思ったんですけど、なんか渡れなかったんですよね。これ、海鮮橋で、これ回る橋なんで、どうも、この、あの時、ちょっと回ってたのかな、観光船とか通すのに。っていうタイミングだったみたいです。それでちょっと渡れてなかったんですよね。で、地温寺寄って、スーッと戻ってきて、で、そのまま一貫散歩に入っていったって形だったんで、ここから先のところがね、歩いて行けるんですけど、そこのところがね、行けてなかったんで、そこからね、ちょっとね、ワープしてね、行ってみたいと思います。こんな感じでさっと飛べますからね、今便利ですね。こっちの駅前のところら辺からやろうかな。よいしょ。こんな感じで見るよと。まあ、ここはね、この前も見てきたところですからいいですよね。で、角屋さんっていうところ、ここ曲がってスーッと入っていくっていう形ですね。で、これはいつの映像か、2019年だから、あれですね。まだちょっとコロナ前の映像ですんで、ちょっといろいろと、そのあたりも懐かしめるかもしれません。ちょっと雰囲気がね、今と違うかもしれませんね。で、Google のやつだと何がいいってね、顔とかがね、自動的にモザイクかけてくれてあるんで、自動でね、やってくれてあるんでね、そのあたりは楽ですよね。
で、ここのところね、知恩寺さんのお寺ですけど、ここのところで、ね、こっち側の方ね、のところ、手前の、おっとっとっとり、えらい気に入ったな。なんか、船乗ったそう、こんな感じでね、橋がね、また、かかってるでしょ。こんな感じで橋なんですけど、こっちじゃないね、ここか？あ、ここか？あれ？ここで曲がったっけ？ここでいいんだな。よしよしよし。で、海鮮橋ってところ、ここを渡って、ここがね、橋が回っちゃうんです。ちょうどそのタイミングだったみたいで渡れなかったんで、ここは、インサイド。2014年なんだ。ちょっと、だいぶ前の映像ですね。あ、そうか。だから橋がリニューアル前なのかな。ちょっと新しくなってましたもんね。これ多分その、あ、そうですね。傷んだ橋を直す工事を予定していますということで、平成26年から27年ってなってるんで、これちょうど橋書き換える前の映像が入ってきてるんですね。で、どこかに行ったら、書き換える。あ、この、こっちの地図見てもらった方がわかりやすいかもしれない。昔の橋がこっちにかかってたんですよ。で、新しい橋をこっちに書き換えたんかな？ということみたいです。それでちょっと座標がずれちゃっててなんか変な感じになってますけど、どうもそういうことみたいですね。よいしょ。じゃあ早速ちょっとこれを閉じて。はい。で今こっちから入れますよという感じですね。そういうことですね。これちょっと古いのがのことで、まあ古い橋渡ってきましょうか。こんな感じでストンと来れますよ、ということですね。ちょっと、えらい飛び飛びになりましたけど、で、ここから天橋立の中に入っていくことができましたということでね、ちょっと2014年の古い方の映像がずっと入ってきてます。2014年だとそれこそ行った頃ぐらいかな。2014年もうちょっと前か。でしたっけ？あれ、いや、これぐらいだよね。そう。で、渡って行ったんですけど、朝の4時だったら何暗くてね、見えてなかったんで、ね。で、ここのところから、ちょっと、わかり、あれすると。もうちょっと先から行くと、ちょうどその、あ、橋立ての、は、あの、橋立てになっている部分ですね。この橋を渡ったところから、まあ、なんて言うんですか、橋って言うんでしたっけ？こういうの。スーッとね、一直線に伸びてるよっていうようなところになってますと。で、おっと、いけないのかな、ここから先。あら、いけない。ちょっと、無理やりこれで渡ろうかな。あ、ズドンと渡りましたけど。まあ、こんな感じで渡ってきて、ここからもね、言うことになってって、ずっと歩いていて、で、周りに、まだまだ先行けるはずなんですけどね。ん？こっちになってる？なんでこっちになってるか。どういう設定なんだろう？わからんけど。なんかありますね、確かに。どうなってんだ？こっち側に行くかな？こっちの方が多分メインのストリートのはずなんで、こんな感じでストンと繋がっていますよと。うん、で、こんな感じでね、黒チカとか打てるとかもあったりするんですけど、まあね、直近行った時はね、そんな感じだったんで、まだ空いてなかったんでね、こんな感じでございます、と。で、まずがスラータってね、ここの辺りね、歩いてると何か面白いってね、両側に海があるんで、両側から波のとか聞こえるんですよ。右側からサササザーって聞こえたら、ここでもザザザザーって聞こえる。ザザザザザザーってなるんでね。その感覚はちょっとここでないと味わえない感じなんで、どっちかというとね、見た目も確かに両方に海があってね、景色も綺麗なんですけどね、あの音の感じはね、ちょっと独特なんでね、これをね、味わうのにちょうどいいんじゃないかなと思います。で、このところ辺とかいろんな石碑とかもあったりするんですね。こんな感じで。これちょっと、別の方の著作権になってくるのかな、うん、こんな感じで遊歩道がずーっと続いていくんです。で、差しのところ、橋の方まで渡れるんですよね。ですからちょっとどん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 渡っていってみましょう。今これだったらもうちょっとなんか再生されてるかもしれません。2014年ちょっと古めの映像ですのでね。どこに行ける？行けなくなった？なんでなんでしょう。
なんかちょいちょい気になるとこありますね。よいしょ。こっち向いて出たかな。あ、ジューシティではいけやんのか。あ、こんな感じでずーっと松林が続いてるんで、どうなんでしょうね。まあ、実際に行くと、まあ、ただ、やっぱね、混雑するシーズン混雑するんで、でもどうなんだろう、歩く人より観光船乗る人の方が多いのかな。こっちの方だとね、そっちの方が正直見栄えはいいですからね。見るなら正直観光船の方とか見栄えはいいと思います。で、こんな感じで曲がり切って、この辺りまで来たんちゃったかな？なんかこの曲がり切りなんか覚えてるわ。うん。で、私はその時は折り返したんですけど、そこから、こんな感じでちょっと、迂回路があって、迂回して、よいしょ。ね、こんな感じで行きますよと。で、どんどんね、ここら辺に事務所とかもあったりしてね、ストンと行けるようになってますってことでね。いやー、こっちの道とかも入れるの？あ、むしろこっちの道の方に行けるんだ。なるほどね。こっから先は、もしかしたら、行ったことないのかな？あ、こんなとこに、お社さんとかあるんですね。あ、名水百選なんだ。磯清水。もう完全に海と海の間ですから、ここからでも、海水じゃない水が出るんですね。それはそれで面白いですね。で、こっからどういう風に行くの？あ、お水で清めて、ここを行ったらいいの？なるほどね。なんか普通の道路と違うんで、なんか面白いですね。よいしょ。こんな感じで。よし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 。で、こっからずーっと、まあ、ちょっとこれでさっと見ました。こんな感じでね、まだずるずるずるっといけるんでね、端まで行ってみましょうか。これで行けるっていうのは面白いですね。実際歩くよりも速いペースで行けてるのかな。うち多少ちょっとペース速い方ではあると思うんですけど、歩くペースはね、10キロを1時間で行くんだったっけ？ね、時速10キロくらいで行ってたっけ？ 10キロはごめん、嘘ついてるよね。30分で1キロ、2キロとか行けたっけ？って感じですもんね。うん、平気でね、って感じ。で、この辺りになってくると、また橋の近くなってきますよね。まあ、とにかくずっと松のなかった感じですよね。まあ、いわゆる、防砂ですよ。あのね、あ、防風か。ね、実際、この松のあるところ、ないところで、松がなくなった瞬間に、ブワーッと風強くなりましたもんね。だから、やっぱ効果あるんでしょうね。あそこでもそうでしたよね。松で有名な、越前じゃなくて、三保の松原。あそこなんかもね、まあ、あの時は台風だったんですっげえ風が強かったんですけど、ノイズもね、松林のこういった防災、防風林がわーって立ってるところはね、そうでもなかったんですけど、出た瞬間に台風の風ブーフーでね、波もすごかったですからね、っていうことを考えると、すごく効果があるんでしょうね。なんであれ松なのかなと思ったけど、確かなんか松ってその、海風に強いんでしたっけ？要は塩害でね、どうしてもその塩水に弱い木だと、すぐ枯れちゃうじゃないですか。こんだけ海が近いところだとね。確かそれに強いとかだったかな、松は。それで、こういった海沿いのところは松が植えられるんだったかな、っていうような話だったと思います。これ何？羽衣の松。ああ。羽衣ってちょうど三保の松原で言ってたからあれですけど、これをそこから持ってきたのかな、それともこれもは別でその羽衣伝説みたいなのがあるのかな。三保のところには羽衣神社とかもあって、ね、
はじゃあ羽車神社か、羽車神社とかっていうのがあって、で、まずがあってね、同じ名前ですね、羽衣の松っていうのがあって、そこに羽衣伝説っていうのがあって、そこのところにその、天女の人が来てなんかやったっていう、お見本の松原のやつを見てもらったらいいと思います。そこのところで解説のやつも映しながらちょっと喋ってるところがあるんでね。そこのところのその羽衣伝説から取ったのが、そこのところで清水のところで日本一よく取れるって言われてるその、マグロが取り上げられるんで、それを加工する工場が羽衣フーズになってシーチキンになったっていう流れらしいですね。っていうことらしいです。ですから、シーチキンの会社は羽衣フーズということらしいです。だからそう考えると、後々よくよく考えてみたら、あそこの出てきたマグロ丼とか食べた時もシーチキンの和え物とか出てきましたけど、ね、あれ、羽衣のあれなんですね。そういうことなんですね。うん、めちゃくちゃ、普通になんだし、シーチキンとか取りにあったりね、感じでしたけど、マグロやしなと思ってましたけど、めちゃくちゃ、羽衣フーズ、シーチキンというか、ちゃんと床になるところが三保の松原だった。そこのところのやつを、もしかしたらその、なんか記念かなんかで、こう、交流があって、持ってきてるのかもしれませんね。うん。まあ実際言ったり喋ったりしてることって、変わらないですもんね、現場でね、いてね、私の前では現場でね、ペラペラ喋ってるわけですからね、よっぽど気持ち悪いですからね。あ、すいません、ちょっとお酒いただきます。ちょっともう時間も時間なんで、明日もあるんでね、ちょっと飲んでね。あとね、ベストプライスですけどね。さあ、とりあえず橋まで行って終わらせよう。なんなら18分喋ってんだ。あれ、普通に機械散歩するよりも、あれだね、尺回ってるな。あれか、歩いてるときは結構、歩いて全く喋ってないところもあったりしますからね。あと、言うてここ距離ありますもんね。冷静に考えた今、橋からずーっと来ましたけど、そうですよね。この前の時は、この距離の、ね、ここの今、ミニ画面のところ、ずっと映ってなかったのね。ずっと俺邪魔だったのね。俺どこがいい？俺どこに左遷しよう？いや、ここかも左の端なんだけど、左の端がないってことは、右上？やっぱ右上か？ね。もうニコ動で右上っていうのを覚えてる人どれぐらいいるのかなっていう気もするけど。そうですね。でか、ここの距離で3回か4回分けてるんですから。まあ、順当な距離か。うん。うちがこれぐらい喋るには。で、このままストーンと奥まで行けるんですよね。で、奥に行くと、奥伊勢神社、元伊勢神社だったっけっていう、お伊勢さんともゆかりになる、神社がね、あったりするらしいです。で、ここら辺に休憩所とかあって、結構まあ、ずっとね、長いところなんで、言って、夏場とか歩いたら結構疲れるぐらいの距離ですもんね。こんなところにもこんな、何？なんかの松がありますね。読めんすね。まあまあ、なんか、ありますね。まあ確かにちょっと変わった。折りか松なのかな？中が空洞になって、これあれかな？縄文杉みたいに、中が、長いことになってくると、中が空洞化していくとかあるんですよね。それで折れちゃったやつなのかなっていうことかと思います。飛んだ？なんか変なところ飛んだ？ごめんなさい。よいしょ。公衆トイレの前ぐらいから行こうかな。あんな感じで、結構、定期的に公衆通りも設定されてましたね。これな、なんだ、なんか、画面が赤くなってから、戻ってきましたね。これで、だいぶ端っこの方まで来たんですね。で、ここのところから、ずっと行って、どっちに行ける？こっちに行けるの？端に行っちゃうの？不思議な方に行っちゃいますね。で、ここからどう行ったらいいの？ぐるっとここを一望できるように歩いちゃったんですね。なかなか Google のこの担当者の人も、気まぐれですね。
こっちの方から行ったらいいかな。で、あとはこっちの方から行きますよ、と。橋までちゃんと渡り切ったことは多分ないはず。ちっちゃい時は渡ってるかな。何回か行ってるんですよね、丹後には行ったことあるんで。泊まりがけでも行ったりしてることがあるんで。これ、ね、車両通行止めですよ。こういうほどですからね。ことでございますね、うん。で、渡ってくると、こっち側の、ちょうど、反対側ですね、まで来れますよ、といった感じですね。ストンと、こっちの方まで来れます、という感じですね。まあ、言うて結構な距離ですもんね。渡った先で、あ、そう、これですね、元伊勢、伊勢籠、なんか、あ、そうや、この神社、元伊勢この神社。このが読めんよって言っとったんで、まあこの神社ぐらいまで行ってみる。まあまだ飯食ってないから、ちょっと飯食ってもう寝る時間なんで、私ちょっと終わらせていこうかなと思いますけど、こっちの方に入れるようね、入れるね。よし、まあ、こっから2013年結構古いのになるんだ。こんな感じで建物がでも10年ぐらい前の映像ですね。さて、結構これ止まってる車懐かしいの。まあ、まだまだ元気出してるね。だから、ワゴン1がこれが現行機種の頃じゃないから、うちがね、あれしてますけど。まだ N 番とか走ってないねってことは。うん。で、駐車場があって、ここら辺から遊歩道。もうここは、あ、車道か。車も走るのかな。で、行くまで。ここは急に新しくなった。2019年に変わって。やっぱ新しいやつの方がちょっと解像度いいのかな。古いやつの方がちょっと解像度悪いのかもしれない。そんなのあるのかな。一緒かな。うん。でも結構なんか綺麗ですね。精度が高い気がしますね。こんな感じで渡っていきますよと。綺麗ですよね。ここら辺も一望できて綺麗ですからね。いいですよね。で、ちゃんと定期的に公衆トイレとか休憩できるところもあるんで、無料で休めるところもあるんでいいですよね。で、ここからも観光船に乗れるんだ。天の橋立、一宮駅ってなってるんで、あれかな？観光船で連絡してるのかな？あ、そういうことだ。こんな感じで。これ乗れるの？あ、観光船にも乗っちゃってんだ。すげえな。これ何？移動できるの？移動できるんだ。すげえ。景色、あ、こうやってしたら見える景色がね、こんな感じで、渡っていくと、多分あの最初の橋の方ですね、よいしょ、ね、いったここから行って、ここ側の先が、あのちょうどうちがあの神社のお守りも買ったし、あのおみくじ引いたりしてね、道路公園で撮った時にちょっとね、観光船乗り場みたいなの見えましたよね。あそこのところの橋に行けるはずですよ。で、こんな感じね、違うか、全然別のところ行っちゃったっていう感じですよってことですね。で、反対側のその、モノレール乗る方法ね、そのルートもちょっと教えときましょうか。せっかくなんでね、駅前からね、これ結構簡単なんで、駅前がここ駅前ですね。ここからどうやって行くのかっていうと、一応ね調べといたんですわ。で、ストーンと行って、まあここからずっと行ったとこやから分かりますよね。で、どこまで行くんだっけな。もうちょっと行かないといけないのかな。もうちょっと行くと曲がれるところがあるはずなんですよ。ここかな？あ、ここだ。ここを曲がって、あ、またの時展望台ってありますよね。その展望台の方に向かっていくと。で、ここでまた、これは、探偵のところを渡って行くと、一応ここにも駐車場とかあるんですね。有料でしょうけど。多分この値段ちょっと変わってると思いますんで、2019年ちょっと古いデータなんでね。で、天の橋展望場に向かっていくモノレール乗り場がここと、いうことですね。で、ここから先乗っていくと、上に上がれて、ビューランド、これは、なんか、映るのかな。で、ここから上に登って、展望台が見れますよってこと。見れるのかな、これは見れる。あ、降りれた。こんな感じの。ところになってみたいですね。ここが
乗り物系、ああアトラクションみたいになったな。で観覧車もね、あの個人前としてやってるんですけど、元の標高が高いですから多分結構見応えあるんでしょうね。こんな感じでビューランドになっとって、またあの時の展望台とかもあるのかな。2015年ちょっと古いデータですけど、飛竜なんだ、飛竜な感じですよ。でモノレール乗り場がありの、こっちはない、あれか、アトラクション鉄道かな、3線基準になっとってですから。で、こっちのところから、天の橋だってこんな感じで見えますよってことですね。で、また覗き展望台はどこなんかな、あ、もっとこっちの方なんだ。よいしょ。行き過ぎたー。これはまた別の方のあれだな。あ、でもすごい人ですね。あとから2015年ですもんね。めちゃくちゃ飛ぶんだ、なんか飛ぶんだ、すわって、操作しにくいな、ここ。まあ、あれですね、そんなぐうたら文句言うんやったら、直接見にくいと。で、この辺りがまたの展望台の辺りってことで、ここからね、反対向いて、あれですね、股の間からこうね、ぐいってね、のぞくようにしてみると、足一回にまた開いてにくいって見ると、天にね、橋がかかってるように見えますよ。ちょうどね、空の感じとかの感じ、そういうふうに見えますよっていうところってことですね。これが天の橋だよというわけでございますね。で、他にも結構いろいろと建物があるんだなということですね。結構ちょっと楽しめるような観光施設みたいになって、アミューズメント施設の軽いやつみたいな感じにはなってるので、なるほどなという感じでございました。まあ、30分も喋ったし、いいでしょう。このシリーズなんか言ってもらうかかったりしてね。という感じでね、こんな感じで、まあ、これ結構喋れるし、いいかもしれない。実際に行ったところで、自分もね、走ったり歩いたりしたところ、ことがあるところでしたらね、自分のね、ところで、あ、ここってこんな感じでしたよとかっていうのもね、入れたりできるんで、これいいかもしれないな。収録時間さえちゃんとね、容量を守ってね、ちゃんと10分ぐらいでね、ギュッとまとめるようにね、これはぐだぐだしやんかったら、多分めちゃくちゃいい作りになると思うんでね、問題はあとは私のトーク力ということでございますね。わかりました。頑張りましょう。ということでね、せっかくでね、今後もね、ちょっとこんな感じでとも挟んでいきたいなと思いますんでね、よろしかったらまたチャンネル登録とかでね、高評価、あとでこれから後に関するね、コメントとかいろいろといただければと思います。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。